人間っておそらくなんですけど、自分たちに懐いてくれる動物は頭がいいと勘違いしがちですね。例えばイルカとニワトリっていうのは比較するとイルカの方がキュッキュ言いながら近づいてくるじゃないですか、一緒に泳いでも来るし付き合いいんですよ、はい、なるほど、あの人たち、うん、ただ気さくな隣人ですよね。気さくですよ、はい、飲みにも一緒に行けるしでニワトリはでも首を振ったりコケって言ったり、はい、口の周りとんがってたりするから、そう気がちょっと飲みに誘いづらいんですよね。誘いづらいですね。そう焼き鳥あごめんってなっちゃうから。そうですね、切れると蹴ってくるしね。そうなんですよ、ね、で飛びそうもないのに飛んだりするじゃないですか。はいはい。で朝も早いし朝からうるさいし、はい、で子供黄色いから、あそうですよね、子供黄色いからちょっとやっぱりあれなんかこの人ちょっと違うのかなって思っちゃうじゃないですか、うんうん、はい、だから結果なんかこう鳥に対してコミュニケーションが取れないということは自分が理解しがたい、つまり劣ってるっていう判断をしがちですよね。なるほどね、うん、魚しがたい人ほど遠ざけてその人は才能がないとか、うん、そうですね、そういうふうに自分で判断するけども、うん、必ずそうではないと。自分に寄ってこないものだったり、うん、懐いてくれないものであったりするので勝手に憶測をしがちだからこそイルカのイメージがどんどん上がってっちゃったんでしょうね。あなるほどね、はい、おそらく動物ってみんなそれぞれに頭がよくって、うんうん、私たちが思うほどバッカだなっていうのはほとんどないと思うんです、うんうんうん、例えばうち の今飼ってる熱帯魚なんですけど、はい、オスが1匹メスが4匹いるんですよ、はい、まあ、ある種ハーレム状態 でオスの名前プーチンって言うんですけど、あプーチンなんですか、はい、それは首相時代のプーチンですか。大統領、いやラスプーチンあラスプーチン対等の方ですね、はいはい、そのプーチンがオス、はいはい、一周飼って今 3,4 週間経ったかな、うんうん、先週プーチンが死体で発見されたんですよ。なんとで小魚がたくさん生まれてて、メスが4匹元気に泳いでて、はい、プーチンは水草の中で息を引き取ってたんですよ。そうですか、はい、だからこう子孫を残してメスがもう小魚を食べられたくないって思って、でもしかしたらそういう風なことを促したのかなってしか思えない。だから社会がちゃんとあるんです、魚の中にも。すごいですね。水面で水草にくっついてるさ小さな餌を食べる子たちもいれば、水の底で砂利にくっついた虫だったり微生物だったり残った餌を食べて暮らしてる子もいるので、魚の熱帯魚の社会ってすごく分かりやすいんですよね。で喧嘩をして縄張り争いがあって、はい、弱い人は尾ひれがなくなってっちゃったりとか、うんうん、そういう社会があるのに、はい、それを魚は脳が小さいからとか、うんうん、呼んだらすぐ人が通ればすぐ餌がもらえると思って集まるから、はい、その知能の方が逆にすごくはないですかって。そうですね、生存のため その開発されてるメカニズムっていうことを考えると、はいはい、しかも人を意識してるってことは、うん、水の中から人間の世界に交信があるってことだから、うんうん、相当だと思いますよ。そうですね、うん、私の方がよっぽどバカだと思いますけどね。だって鍵どこに行ったか毎回カバンの中探すんですよ。そうですよね、みんなだってガスね、ガスの元栓閉めたっけとか言って家に帰る人もいるし、うん、はい、同じことを何度も何度も繰り返してやってるのに途中でラック、うん、かける、はいはい、かけたり忘れたり確認しに行ったりするほど人間バカなんですよ。金魚とか猫だったり、はい、イルカもそうですけど確認のために戻るなんてこう、うん、絶対やらないですから、うん、それだけ生きるっていうことに切羽詰まってますし、うん、そのために発展してる知能っていうのは私たちなんかよりもずっとステップアップしてると思いますよ。